矢野さんさん、はい、プーマのスパイクが剥がれやすいって聞いたんですけど本当ですか？それによくコメントで来るんですけど、結論から言うと今のプーマのスパイクは剥がれやすくはありません。はい、じゃあまず解説しますよ。以前のプーマのスパイクはこういうね、アウトソールとのこの際の部分に接着剤がねしっかり塗られてなくて結構まばらになってて剥がれやすかったりとか、あとはこのアウトソールとこのアッパーの使ってある接着剤の耐熱温度が結構低くて人工芝で剥がれやすかったりしたんですけど、現在のプーマのスパイクはしっかりこの際の部分すべて綺麗に圧着されて接着されているので、基本的には剥がれがほぼないのと、あとは接着剤の耐熱温度が上がったので基本的にはほぼほぼ剥がれることはありません。もちろん使用環境によって例外はありますが、基本的にはほぼ剥がれがない状態です。ですのでね、ぜひ皆さんこのプーマのスパイクね、人工芝でガンガン履いて、サッカー楽しんでみてください。人工芝でプレーするなら HGAG がおすすめ。